月曜日、チョアチキンいつも通りです。11時から21時、テイクアウト、各所でリバリーのみ対応です。いつも一緒、これコピペすればいいのよ。こうだいぶこう今まで3つ冷蔵庫3つ分使って300種類ぐらいあったんですけど、この度重なるコロナで、やっぱりお酒傷むのでね、生ものだから、だからそのお酒の数を今はもうギュッと減らして、もうオーナーと私がこれっていう厳選したお酒だけにして、で本当にもうちょい飲みができる感じでワンカップとか置いたりしてます。軽く言うけど、多分酒だけだったら結構厳しいと思います。はい、でしょうね。詰めてますね。誰がするから1時間前かけど、30分前です。一応30分あれば、11時半にここに来れば11時オープンは間に合います。はい。で、頭の間にちょっとこれから上げる準備をしてっていう感じが、ここからが私のスタートです。
って言われるんですよ。私も初め唐揚げのところでだから。でも唐揚げってこうなんか衣がもちっとしたような食感だけど、韓国クリスピーチキンはサクカリがもうなんだろう、アピールポイントなので、衣はね本当にカリカリサクサクでいい、はい、冷めても美味しい。ヤンニョムチキンが大人気です。多分これ全店共通っぽくて、意外とこのヤンニョムチキンはよく出ます。でちなみにヤンニョムって2種類あるみたいで、辛いんでしょって聞かれるんだけど、うちのは、甘酸っぱい感じなので辛くはない。あら、これ予約です。今日の夜7時予約。そうなんだ、これがね出前館です。ウーバーイーツ、ヘルバイズ、ドアダッシュ、ボルト。こうのがいい？これを選べば間違いなし。なんかちょっと甘そうな感じしますけどね。どうぞどうぞ。これガーリックですか？いや、そちらは甘酸っぱい感じで、で上にピーナッツのクライカーが乗ってます。蜂蜜ですか？これありますか？どっかで食べたことあるような。でもこれね、うちに来るお客様結構日本の方以外の方も多いんですけど、本場韓国人のお客様がこれは地元の味って言って大絶賛でした。だからうち結構人気があります。はい、はい、次こちらはブラックガーリックです。はい、コクのあるこちらですね、甘口醤油とガーリック。はい、迷ったらこちらをお選びください。男性女性問わず大人気です。ちょっと、はい、ソース感がたまらんですね。はい、私のお皿持ちましょうか。あ、すいません、はい、お、ちょっとなんか香ばしい香りがなんかこれはガーリックとソースが、はい、うん、完成は本当にハマりますよね。ご飯が遅くなりますね。そう、今こちらはなんと一番当店でも辛い激辛チキンです。はい、なぜかハマるって感じです。好きな人はねハマりますね。意外とこちらはね、日本の方よりもやっぱり海外の方なんかもうある程度想像できそうな辛さなんですけど、はい、もうね、いきますか。どうぞ。いけるかな、こんなに一口で。あ、美味しいんだけど、ちょっと後から来ますよ。あれですね、だからハバネロ、ハバネロっぽい感じなのかな。私スパイ、タバスコ大好きなんですけど。あ、そうですね、ハバネロ、ハバネロだよね。そうですね、ハバネロに近いよね。そこに多分タバスコ入れたかけたら色々店のチョアチキンもオリジナルです、はい、何もつけてないですよね。何もつけてないです。はい、はい、どうぞ。はい、サクサクサク加減が、うん、あ、いい音、熱い。うん、あ、大風呂。でも激辛チキン食べた後に普通のやつ食べたらすごいありがたさをすごい感じます。チキンは一応キンパがあるので、キンパとチキンの組み合わせでランチパックはあるんですけど、まだちょっとねこう昼時そんなにお客様がいないので、
きます。はい、美味しいよね。私大好きです。日本のあれとまず違いますね。はい、あの韓国キンパなんで、一応うちはカニの身がちょっと入ってて、このオレンジ色っぽいのがカニの身です。はいはいはい、はい、見づらいんですけど、カニの身、はい、カニが入ってメニューが実は出まして2月に、であのアジアエスニックチキンというのが出たんですけど、このアジアエスニックソースをちょっと味見していただいてもいいですか。はい、みたいであんまり皆さん食べてくれないんですけど、ちょっといただきますか。はい、どうぞ。口いかないと思うんですけど。あ、ないですね。ですよね。あ、すごい。あれだ、あのレモングラス、レモンの香り、トムヤム君みたいな、なんか食べやすい感じ。あ、よかったです。ちょっとあの微妙にこう魚介の香りもして。あ、そうですね、美味しいよね。食べてくださいませ。またこっちの方が美味しいかもしれない。でもね、あの後味すっきりなので、私すごい今そうです、ね、一押しで、ここにもね、リエちゃん一押しで書いてます。はい、これです。これですね。はい、はい、ありがとうございます。に来ていただいたお客様で、チキン2箱以上買われるお客様にはこちらのクーポンを取っていただくと、チョアチキンのプレーンのハーフサイズが1つ無料になりますので、ぜひぜひ、2箱以上買う方は、クーポンをぜひ使っていただきたいと思います。分からなかったら私に聞いてください。はい、であと当店は、チョアチキンで、あの岡山駅前店で、Twitter もやってますし、Facebook、Instagram、あと Google の方もあのホームページ持ってますので、ぜひそちらの方もご覧ください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。注文が入りました。何分後ぐらいですか？一応何があるかわからないんで、私ちょっと多めに時間を取るんですけど、できたらすぐに出します。帰ろうと思ってた。チャンスだ。レイちゃん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お待ちしてます。